日は朝から化粧してみました。アイライナー描かないでマスカラだけにしたんだけど。はい、今日はね、結構早起きして、今もう12時なんだけど、またね、いつもね、ビログ、お昼から撮っちゃう癖があるんだけど、まあ、朝ごはんも食べて、昨日のドーナツ朝に食べて、コーヒーも飲んで、ふーって感じなんですけど、なんか今日トイレの交換、うちのトイレを交換する予定らしくて、うちの全部アパートが全部のね、トイレを交換するみたいで、今トイレ工事してるっぽい。なんかすごいうるさいから、壁がゴー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 なってるから、多分他のユニット、他のお部屋も交換してると思うんだけど、昨日ちなみにこれまだ来てなくて、ドア、ここにドアまだあるんだけど、取り付けに来てくれなかったから、結局まだ扉が下に置いてある状態なんで、トイレの人と一緒に来てくれたらいいなってちょっと思ってるんですけど、どうだろうな、アメリカ人だから仕事遅いかもしんないからあんま期待してないんですけど、はい、とりあえずなんかトイレ変わるのちょっと楽しみだから、まあ今日来ると思うんだけどね、はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。今日は生姜焼きを作りました。ちょっとお肉少なめで玉ねぎかなり多いんだけど、はい、あとご飯がね、昨日のご飯と、あとお味噌汁はインスタントです。はい、いただきます。今日の夕ご飯はカレーにしたいと思います。この間辛口のやつを買ったのね。で、中辛もまだほんのちょっと残ってるから、3ブロック残ってるので、ちょっと足して、いつもよりちょっとだけ辛い感じのカレーにしたいと思います。今日本のニュースネットで見ながら、ちょっとパソコンしてるんですけど、もう時間12時7分なんですけど、ちょっとみんなに聞きたいことがあって、日本からね、荷物を送ってもらおうと思ってて、今で、なんか必要なものとかいろいろリストアップしてるんだけど、なんか日本で今流行ってる、もしね、流行ってるとか、なんか新発売してちょっと気になるとか、みんな美味しいって言ってるよとか言ってるお菓子とか、なんか遅れそうなものがあったらちょっと教えてほしいなと思って、なんか情報がないから試しようがなくて、今ねネットでね、新発売のお菓子とかいろいろ検索してて、なんか面白いのあるかなとか思って見てたんだけど、とりあえずご飯関係はカップヌードルが今すごい食べたくて、カップヌードルって日本のやつ売ってないのね、こっちアメリカには。そうだから、アメリカバージョンのカップヌードルは売ってるんだけど、なんか味が全然違うから、なんかエビの味とか、なんだろう、チキンヌードルスープみたいなアメリカンな感じになってるのね。だからなかなかその日本のシーフードの味とかもないし、普通のカップヌードルの味もちょっと違うから、ちょっとっていうか結構違うから、そう、とりあえずなんかカップラーメン系はなかなか買えないからさ、ちょっと何個か入れてもらおうかなと思って、あとはじゃがりこ、こっちでも買えるんだけど、あんまり高いからなかなか買わないから、軽いし入れてもらおうかなと思って、あと駄菓子を何個かと、あとはおとと食べたいなと思って、おとと頼んだんだけど、なんか他にあるかなと思って、まあまだ今すぐ送ってもらうわけじゃないんで、多分ちょっと 2,3 ヶ月後だとは思うんだけど、なんかもしあったらさ、今のうちに頼んどけば買っといてくれるかなと思って、なんでこれおすすめだよとかになったら、よかったらコメントに書いてくれると嬉しいです。ネットしてたらもうすぐ2時なので、今日はもう寝たいと思います。それではまた明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。